楽天生命パーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対オリックスバファローズのゲームです。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目していらっしゃいますか？まあ 1,2 番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか、おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。なるほど。まずはイーグルスの先発則本が楽天生命パーク宮城のマウンドに上がります。どう抑え込んでいくのか注目です。里崎さん、リズムに乗るためにも先頭バッターをしっかり抑えたいですよね。まあやっぱりこの先頭バッターをしっかり抑えることが重要になってきますからね。はい。初球空振りです。打ちました。このフライは切りました。ファールボールです。切れました。ファールボール。ボールカウントはノーボールツーストライクです。際どいコースには投げ込んでいます。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターボックスには宗、まあ、送ってきたら打球によってはセカンドで刺す意識も持っておきたいですね。はい。さあここは送ってくるんでしょうか。里崎さん、バントを阻止するようなリードというのはあるんでしょうか。そうですね、胸元えぐるような球行きたいですね。なるほど。バントしました。取りました。アウト。ワンアウトです。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。森、キャッチャー森、背番号4。やはりランナーがいると初球も慎重になりますよね。なるほど、そうですね。低め空振り。惜しいボールでしたね。はい。外の変化球わずかに外れてボール。力のあるストレートですよね。はい。アウトコース空振りストライク。追い込みました。打ちました。高い打球センターへ。ここはフライになっています。セカンドランナースタートを切る。タッチしてダブルプレイ。チェンジ。先制のチャンスがあったバファローズですが、そのチャンスを生かせませんでした。1回の裏、これからイーグルスの攻撃が始まります。イーグルスはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますバファローズはご覧のような守備陣です。バファローズマウンドに上がるのは先発の宮城。さあイーグルス打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターは西川。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。まず何を投げてくるか。初球はボールになりました。
これが2球目。切りました、ファールボールです。流しました、これはどうか、レフト前ヒットになります。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには指名打者のフランコ、ヒットでランナーを1塁に置いています。初球は何から入ってくるか、ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。これが3球目、高めのボール、切れました、ファールボール。次が4球目、これはスタート、切れました、ファールボールです。送ります、森、アウト、ワンアウト、送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。さあまず1球目、まず変化球で空振りさせました。さてバッターの浅村、どういうバッターなんでしょうか。いや、もう天性のアーティストと言ってもいいんじゃないですか。そうですか。振り遅れてますね。4球目は何で来るか、低め、見ました、ボールです。平行カウント、打ちました、これはどうだ、破りました、センター前、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、イーグルス1点を先制しました。センター前のタイムリーヒット、1対0イーグルス、試合の主導権を握ります。外から入りました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。改めてお聞きしますが、バッターボックスの島内、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。そうですね、状況にもよりますが、基本的にはフルスイングが身上の強打のバッターですね。なるほど。打ちました、これは、おっと、これを掴んだ、アウト、スーパープレイ。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。西さん、今のプレーいかがですか。バッターは悔しいでしょうね。初球ボール、ちょっと手が出ないところですよね。インローのストレート、力のあるボールです。西さん、ここは走ってこないんでしょうか。いや、まだ分かりませんね。ただここは左ピッチャーなんで慎重になってくるかもしれませんね。なるほど、そうですか。低め、ツーボールツーストライクです。
変化球空振り、スリーアウトチェンジ。しかしこの回イーグルス鮮やかな攻撃で先に点を取りました。1回終わって1対0、イーグルス先制です。2回になります。追いかけるバファローズの攻撃、打席には4番バッター中川。イーグルス1点リードで迎える2回です。さあ1点を先制してのこの回の守備となりました。まあそうですね、ピッチャー陣はこの先制点を不意にしないようにしたいですよね。なるほど。さあしっかりと守っていきたいところ。アウトコース空振り、ここは150キロを超えてきます。さあ3球目は何か。インサイド、ライトへ打球伸びる、ライトが取りました。ワンアウトです。打順は5番杉本、則本、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは則本、そしてキャッチャーは炭谷。このバッテリーをバファローズ打線がどう攻略していくか。インサイド見送っています。インハイ決まります。154キロ。ファウルになります。またファウル、変化球ボールになります。打ちました。ファーストゴロ、一塁そのまま入ってアウト。バッターは DH、 T 岡田。ツーアウトランナーありません。指名打者 T 岡田、背番号55。初球ボール、さあ2球目は何か。インコースボール、ボール先行です。外への変化球外れました。ストライクが入りません。インサイド打ち上げました。弾き返した打球はセンターへ。反撃したいバファローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1対0、イーグルスが1点をリードしています。2回裏に入ります。イーグルスの攻撃、バッターボックスは6番鈴木。イーグルス1点リードで迎える2回の攻撃です。西さん、まずはリードを広げていきたいですね。まあ、まだ1点差ですしね、まあ、この辺りで追加点が入ると理想的なんですけどね。そうですよね、相手にプレッシャーをかけておきたいですね。改めてお聞きします、この鈴木どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、外野の間を抜くツーベースヒットが真骨頂のバッターですね。ああそうですか。次が3球目、変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライク。バーッと当ててしまいました、デッドボール。あー完全にすっぽ抜けてますね。さあ一塁ランナーを返して点差を広げたい場面です。
バッターは阿部。まあここはエンドランを仕掛けていっても面白いですよね。さあランナーをどう生かしてくるか。バントしました。サードが取る。アウト。ワンアウトです。送ってきました。ワンアウトランナー二塁となりました。さあそして打席には茂木が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが、得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあ早いうちから点差があると楽になりますから、ここも期待したいですね。なるほど。初球打ち、これはどうだ。ショートの横抜けた。ホームに送球。チャンスを広げていきます。ランナー三塁一塁となりました。まずはボールから入りました。ここは中間守備ですね。まあ、バックホームとセーフ。一塁ランナーはそのままです。ここは大きく1球外して様子を見ています。ボール3つと続きます。この後のランナーの出方も気になります。そうですね、まあこうしてカウントが悪くなっているのもね、ランナーの力も大きいですよね。これが4球目。打ちました。さあバックホームするか。大城が掴んで2アウト。さあそしてバッターボックスには西川が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、得点圏にランナーは残した状態。まあこういったチャンスでできるだけ差を広げておきたいのでね、ここはしっかりつなぎたいですよ。なるほど、そうですよね。緩いボール決まっています。膝元。ランナーを気にせず緩い変化球を続けてきます。ストレートを狙ってたんでしょうかね。一塁牽制、一塁はセーフ。空振り三振。前にボールを飛ばせません。ここはチャンスをものにすることができませんでした。里崎さん、先発がしっかりゲームを作っているわけなんですが、調子はまずまずですかね。まあ今日はストレートが非常にいいですよね。うまく使えてると思いますね。なるほど、やはり投手の基本は直球ですね。アウトコース決まってストライク。156キロがいきなり出ました。はい、ストレートわずかに外れてボール。3球目は何で来るか。いいボールでしたけどね。膝元変化球がわずかに外れています。スライダー外れます。アウトロー空振り。スリーボールツーストライク。打ちました。いい当たり。一塁そのまま入ってアウト。打席には8番バッター大城。まずはワンアウトを取っています。
ちました。高いバウンド、ファーストゴロ、一塁そのまま入ってアウト。バッターは9番に入っている小田。ツーアウトランナーありません。1球目狙っていって当たりません。156キロがいきなり出ました。低め外れました。スライダーが決まります。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。反撃したいバファローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1対0、イーグルスが1点をリードしています。リッサー、早い回に先制したということで、バッターの気持ちにも何か変化はあるんでしょうか。そうですね、やはりね、攻撃的になりますからね、どんどんまだまだ打つと思いますよ。ではそのあたり注目していきましょう。ストレート外れました。ボール先行です。打ちました。ファウルになります。打ちました。セカンドが取る。アウト、ワンアウト。こちらが先ほどの配球になります。初球ボール、次が2球目。今のはよく我慢しましたよね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。ボール先行です。まあ、ここは球種コースを絞って狙っていくカウントですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。引っ張った。高いバウンド、宗。ツーアウトになりました。バッターは4番島内。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。緩いボール決まりました。釣り玉には引っかからなかったですね。はい、高めストレート外れてボール。打ちました。宗、一塁アウト、スリーアウトです。この回イーグルス3人で攻撃を終えています。3回終わって1対0、1点リードはイーグルスです。打順は1番に帰ります。バッター福田。前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。打ちました。切れました。ファールボール、インコースボール、
打ちました。セカンド取る。アウト、ワンアウトです。バッターボックスは2番宗、則本、まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトコースボール、154キロがいきなり出ました。まあここはバッターが甘い球を狙い撃ちしてくるカウントですよね。なるほど、さあどう来るか。ボールになります。さあ4球目は何か。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。まあここは安易にストライクを取りに行くと危ないかもしれません。打ちました、流しました。この打球はフライになっています。滑り込んだ、ナイスプレーです。バッターは3番森、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ツーアウトになっています。初球ボール、2球目は何で来るか。高め、空振りです。低めの球、これは外れます。変化球、タイミング合いません。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。変化球、空振り、スリーアウト、チェンジ。反撃したいバファローズでしたがここは三者凡退に終わっています。1対0、イーグルスが1点をリードしています。楽天イーグルス4回裏の攻撃になります。打席には5番バッター辰巳、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね、ここはしっかり狙っていきたいですよね、そうですね。イーグルス1点リードで迎える4回の攻撃です。西さん、まずはリードを広げていきたいですね。まあ、やっぱり中盤でどれだけリードできるかですよね。そうですよね、相手にプレッシャーをかけておきたいですね。インサイド、変化球外れます。次が4球目、変化球、タイミング合いません。ツーストライク、ツーボールと追い込んでいます。さあ仕留められるか。変化球、空振り、ワンアウトです。バッターボックスは6番鈴木、先ほどの打席はデッドボールでした。宮城、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ストレート、見送っています。ボール、スピードボールを持っています。まあ、ここは狙いを決めてそれだけを打っていく感じですね。なるほど、そうですか。インコース決めました。
返した打球はライトへ。ライト掴んで2アウト。バッターボックス阿部、ツーアウトになっています。これが1球目。初球変化球空振りです。ノーボールツーストライク。さあ外してくるのか。ボールになります。4球目は何で来るか。アウトコース打ちました。これはセカンドライナー。この回イーグルス三者凡退です。4回終わって1対0、1点リードはイーグルスです。5回の表。里崎さん、ここまで快調なピッチングが続いていると思うんですけれども、ご覧になってどうですか。まあボールがいいコースに来てますから、このイニングをしっかり。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。阿部抑えてワンアウト。打順は5番杉本。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはイーグルスが則本、そしてバファローズが宮城、この2人の投げ合いとなっています。変化球タイミング合いません。ボールになります。ダーッと当ててしまいました。デッドボール、完全にすっぽ抜けです。指名打者 T 岡田。ファウルになります。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。三振です。ランナーそのままでアウトを取れたのは大きいですね。はい、三振で2アウトとなっています。ショート紅林。初球ストライク。打ちました。高いバウンド。ショート前に来る。一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがバファローズ得点には至りませんでした。1対0、イーグルスが1点差を守っています。西さん、この辺りで追加点が欲しいところだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、この辺でもう一押し欲しいですよね。いわゆる中押しというところになるんでしょうか。この球は外れています。膝元をつきましたが外れました。これが4球目。
打ちました。これはセカンドライナー。9番バッター住谷、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。宮城、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。これが2球目。2球目打ちました。ここはフライになっています。掴んで2アウトです。打順はトップに帰って西川、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよね、ここはしっかりと修正していきたいですね、そうですね。2アウトになっています。今のはよく見ましたね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。外低めのボール、追い込まれました。ワンボールツーストライクです。さあ4球目は何か。振っていきましたが三振。スリーアウトチェンジ。この回イーグルス3人で攻撃を終えています。5回終わって1対0、イーグルスが1点をリードしています。配球表をご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。ストレートはあまり使っていません。これから6回バファローズは代打を送ります。バッターボックスには代打の西野。さあここはなんとか意地を見せておきたいところ。当然ベンチもそれを期待してるでしょうからね。そうですね、この起用に応えたい。これが初球、インサイド外れます。156キロがいきなり出ました。アウトコース外れます。ボール先行です。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール、ストライクが入りません。次が4球目、真ん中へ。3ボール1ストライクです。打ちました。茂木アウト、ワンアウト。バッターボックスには代打の頓宮。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは薄いで対処していってほしいですよね。そうですね。さあどのように組み立てていくか。最初は変化球できました。ボールになります。打ちました。阿部アウト、2アウト。打順は1番に帰ります。バッター福田、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトランナーありません。148キロ。低めボール、
4球目は何で来るか。低めの球、ツーボールツーストライクです。打ちました、取った、一塁へ送ります。一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいバファローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1対0、イーグルスが1点をリードしています。6回の裏、バファローズに選手の交代がありました。先ほどの回代打いたしました西野。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。そのまま入りレフト、サードの宗がレフト。6回の裏、イーグルスの攻撃。バッターボックスには指名打者のフランコ。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。イーグルス1点、引っ張った、取った、一塁へ、アウト、ワンアウトです。打順は3番浅村。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。インサイド落ちました、センターに抜けました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。初球ボール、中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。これが3球目、ファウルになります。ワンボールツーストライクです。低め見送っています。ここもファールです。打ちました、この打球はフライになっています。取ってツーアウトです。バッターボックスには5番辰巳。先ほども打席、最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。今度はしっかり捉えたいですよね。そうですね。ツーアウトになっています。さあ2球目は何か。打ちました、サード取った、アウト、際どいタイミングでしたが3アウトチェンジです。ランナー出ましたがイーグルス得点はありませんでした。6回終了、1対0、イーグルスが1点をリードしています。里崎さん、ここまで無失点、見事な投球ですよね。まあ本当そうですよね。素晴らしいピッチングだと思いますね。まあおそらくイメージ通りなんじゃないですかね。はい、この投球どこまで続けることができるんでしょうか。ストライクです。打ちました、ボテボテ、サードが前に来る、アウト、ワンアウト。打席には3番バッター森。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。則本、まずは先頭バッターを打ち取っています。切れていきます、ファウル。外れましたか。いいボールでしたけどね。外の変化球、わずかに外れました。これもファウル。次が勝負ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。打ちました、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった、
森、これが自身本日の初ヒットになります。ワンアウトランナー一塁です。さあ初球は何か、アウトコース見送っています。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。もちろん併殺狙い、外に逃げるようなボールでした。真ん中に決めてきました。ツーボールツーストライクです。誘ったんですけど見極められましたね。振ってきません。外れています。スリーボールツーストライクです。フォアボールのランナーを出しました。まあフルカウントだったんでもうちょっと際どければ振ってくれたと思いますけどね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。まあ初球ボールになりましたけど低めを徹底したい場面ですからいいと思いますね。はい、ここは低めにコントロールしたいところ。もう一球アウトローへ、見送っています。ボール、さあ3球目は何か。これは足元への変化球。里崎さん、ゲッツーを狙うときはどういうリードをするんでしょうか。まあインコースを詰まらせるか、もしくはアウトコースを泳がせるか、まあどちらかでゲッツーを狙いたいですよね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。今のコースは非常に難しいボール、よくコントロールされています。さあフルカウント、外のボール打った。この打球はフライになっています。送球する。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。さあそして打席には T 岡田が入っています。さあツーアウトながらピンチは続きます。まあここを抑え切れば勝利も見えてくると思いますから、ここは踏ん張りどころでしょうね。なるほど、そうですね。インコース見送っています。スタンドに入ります。アウトコース、これは見送ってボールです。空振り三振、ここは投げ勝ちました。バファローズの追撃を許しませんでした。変化球にバットが空を切ります。まあ大きいのを狙ったスイングでしたけど、ボールのキレが勝ってましたよね。はい、怖いバッターでしたが三振に切って取りました。最初は変化球できました。外れてボール、ボール先行です。空振り、これが4球目。
自在のピッチングを見せます。2ボール2ストライクと追い込んでいます。この球は外れています。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。インサイド落ちました。サードの左抜けました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。バッターボックスには代打の岡島、ヒットでランナーを二塁に置いています。西さん、そろそろ追加点が欲しい場面ですね。まあ、この点差のままではね、逃げ切れるとは限りませんからね。そうですね、この起用に応えたい。貴重な追加点というところでした。次が3球目。外の球打った、ボテボテ取った、内野安打になった。ベンチの期待に応えました。ここは併殺だけは避けたいですね。そうですね。送りバントだ。あっとフライになった。ピッチャー取った、内野安打。これでマルチヒット。さあ、ここでイーグルス代走を送ります。田中がサードランナーに入ります。さあ、そしてバッターボックスには住谷が入ります。さあ、なおもチャンスで満塁の局面。まあ、繋いでいますから、ここでしっかり差を広げておきたいですね。なるほど、そうですよね。西さん、この場面スクイズはどうでしょう。まあ、普通に考えタッチはセーフ。いい落ち方だったんですが、バッターよく見ています。ここは中間守備ですね。まあ、補給してからどこに送球するのか、一瞬の判断は難しいところですね。ああ、なるほど。まあ、相手の裏をかくならあえてこのカウントからのスクイズもありですけどね。なるほど。さあ、何を選択してくるか。左方向、左に切れます。落としていきましたが、これは外れます。満塁でフルカウントとなりました。2対0になりました。さらにリードを広げます。ここでリードを広げておきたいですね。まあ、次は勝負強いバッターですから、非常に期待が持てると思いますね。その期待に応えてほしい西川が打席に入っています。内野はバックホーム体制ですね。とにかく得点は許さないつもりですね。そのようですね。変化球を狙ってたんでしょうかね。そうですね。変化球打った、センター前へ抜けていく、ホームへ。サードランナーがホームに帰っていきました。イーグルス追加点、3対0。これでリードは3点となりました。さあ、そして打席にはフランコ入っています。さあ、チャンスが続き満塁の場面。まあ、この流れで追加点を奪っておきたいですね。なるほど、そうですね。
中間守備で来てますから。ライトへ大きな打球だ。タッチアップ、サードランナーサードを切る、サードランナーホームイン。フランコきっちりと犠牲フライを決めました。なおも三塁一塁のチャンス。さあそしてバッターボックスには浅村が入ります。さあワンアウトになりましたがチャンスが続きます。まあ繋いでいますから。またデッドボールを出してしまいました。さあそして打席には島内が入っています。さあなおもチャンスで満塁の局面。まあこの流れで追加点を奪っておきたいですね。なるほど、そうですね。ここは中間守備ですね、まあ、バックホームとセカンドゲッツー両方狙える守備体制ですね。ああなるほど。フライにはなりませんでした。バファローズここでピッチャーが変わります。満塁の場面でマウンドに上がったのは黒木。さあそしてバッターボックスには辰巳が入ります。さあ2アウトにはなりましたがなおもチャンスは続き満塁としています。まあこういった 初球打っていった。これは大きな打球。しかしこの回イーグルス連打連打打者一巡の猛攻で得点を挙げています。7回終わって4対0楽天イーグルスのリード広がっています。楽天イーグルス、これから8回イーグルスに選手の交代がありました。先ほどの回代走いたしました田中和樹に変わりました。これから8回バファローズは代打を送ります。若月が打席に入ります。さあ西さん、なんとかここは意地を見せたいですね。当然ベンチもそれを期待してるでしょうからね。そうですね、この起用に応えたい。空振りです。スピードボールを持っています。空振りになります。あっという間に2ストライクです。高めちょっと外れたか。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。最初は変化球できました。力のあるまっすぐですね。インロー指にかかったストレートで空振り。148キロ変化球高めいっぱいストライクです。ワンボールツーストライクです。さあ4球目は何か。低めの変化球は決まりません。引っ張った。高いバウンド、ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトランナーありません。よく見ています。ボール先行です。変化球入りません。ストライクが入りません。
ちました。これはどうか、ライン際破りました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。さあイーグルス、得点圏にランナーを背負った場面です。こういったところから足元を救われないようにしっかり抑えていきたいですね。打ちました、高いバウンド、サードゴロ。これでマルチヒット、ツーアウトランナー三塁一塁。初球は何で来るか、まずはストライクを取りました。インコースの変化球見ています。ランナーが動きやすいカウントになりました。次の投球でランナーが走ってくるか、バッテリーも警戒します。一塁牽制、セーフ。一塁牽制、一塁はセーフ。これが5球目。引っ張った、これはどうか、一二塁間を破る。サードランナーホームイン、1点返しました。オリックスバファローズ、ライト前のタイムリーヒット、4対1、イーグルス。イーグルス、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の酒井。まあまだリードはしてますから冷静に行くことですね。まあそして勝負強いバッターが相手ですから、コースに気をつけてストライク先行でいきたいですね。その警戒すべき森がバッターボックスです。次が2球目、低めストライクになります。ストライクを先行させていきます。追い込みました。ファウルボール、バッターよく見ました。際どいコース、ボールです。外の低め、見極めます。平行カウント、空振り。ここはランナーを変えさせません。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。8回の裏、バファローズに選手の交代がありました。先ほどの回代打いたしました若月。8回の裏、イーグルスの攻撃、バッターは守備交代から起用されている銀次。イーグルスリードで迎える8回の攻撃です。西さん、点差がありますんで、ここは自由に打たすところですが、どうですか。まあ当然そうなりますね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。ここは打ち上げています。レフトが取りました。ワンアウトです。バッターは守備交代から起用されている小深田。まずはワンアウトを取っています。インコース決まっています。スピードボールを持っています。2球目は何で来るか、
外に決まりました。ノーボール2ストライクです。切れていきます。ファウル。引っ張った。ボテボテ。ファーストが前に出る。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスは8番茂木。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。2アウトランナーありません。外れました。ボール先行です。低めの球ストライク。入れてきました。2ストライク2ボールと追い込んでいます。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。このフライを切りました。ファールボールです。またファウル。これはバット出ず三振です。3アウトチェンジ。この回イーグルス三者凡退です。8回終わって4対1楽天イーグルスがリードしています。さあ最終回、楽天生命パークが歓声に包まれました。最後を締めるのはもちろんこの人です。イーグルスの守護神松井、声援を背負っての登板となります。最初は変化球できました。これが2球目。アウトコース外れました。ボール先行です。3球目は何で来るか。高め空振りです。低めに外れてボール。さあ5球目は何か。インコース詰まりました。ここはフライになっています。取ってワンアウトです。5番バッター杉本、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ワンアウトランナーありません。さあ守護神松井がバファローズ打線の前に立ちはだかります。里崎さん、どうでしょうピッチャーの状態は。インサイド打ちました。ファウルになります。バットは動きません。よく見ています。ここでフォアボールを与えました、まあ初球ボールになりましたけど、低めを徹底したい場面ですからいいと思いますね。はい、長打を警戒する場面、低めを徹底したいところ。引っ掛けさせようかというボール、打ちました。ファウルになります。ワンボールツーストライクです。インサイド落ちました。切れました。ファウルボール。インコースまっすぐ、併殺狙い。インコースに攻めてきました。変化球空振り。ツーアウトになりました。バッターは守備交代から起用されている足立。ツーアウトランナー一塁です。初球わずかに外れてボール。スピードボールを持っています。ファーストランナーヒットエンドラン。一塁送球、これで3アウト。試合終了になりました。楽天イーグルスが見事勝利を収めました。